タガサービスエリアは、滋賀県犬上郡タガ町の名神高速道路上に、ある、サービスエリア。当サービスエリアに、併設のタガバスストップについてもここで記述する。1964年4月12日、名神高速道路の立東インターチェンジ関ヶ原、インターチェンジ間の開通に伴い開業。当初はトイレのみのサービスエリアであったが、同年5月25日に給油所。 1965年7月4日に売店、1968年2月20日に無料道路案内所が開設される。上下線の施設は歩道橋を通じて相互利用が可能である。これは開設当初道路案内所や休憩所が下り線のみに、レストランが上り線のみに設置されていたため、各々両側から利用できるよう配慮したものである。なお、当初は 本線上をまたぐオーバーブリッジタイプとすることも提案されたが建築基準法に触れることやコストの問題などから採用とはならなかった。かつては上り線のレストランに回転寿司コーナーが設けられていた。1984年4月3日、下り線にレストランハイウェイショップ、休憩所との合わせ棟でレストインタガが営業開始された。 東名高速道路の足柄サービスエリアに次ぐ宿泊、入浴施設を持つサービスエリアとなった。東名高速道路名古屋 IC 名神高速道路、水田 IC のほぼ中間地点に位置するサービスエリアであり、東海県や近畿県の自動車が多く見られる。下り線側は一般道と隣接しており、プラットパークが設けられている。2010年11月3日に、 下り線の施設がリニューアルされ、イクスパッサ、タガの愛称が付けられた。2011年3月29日に、下り線、2013年4月1日には上り線に、電気自動車用急速充電器が設置された。利用には、事前登録が必要である。上り線側施設左から、電気自動車用充電所、北立、中央間、南間タガバスストップ。 タガバスストップ高速バス用バス停留所として、タガバスストップが、当サービスエリアに併設されている。首都圏京阪神方面の中央ドリーム号、中央道ヒル特急号や、京阪神北陸方面の高速バスの途中、休憩箇所となっている。新名神高速道路が開通する2008年までは、東名経由の便も、休憩箇所となっていた。下り側より、徒歩。 約20分のところに、多賀大社がある。多賀スマートインターチェンジは、当サービスエリアに併設される、予定のスマートインターチェンジである。滋賀県では5カ所目のスマートインターチェンジとなる、予定である。上り線は直接本線へ乗り入れ、下り線はサービスエリアを経由する形態が考えられている。国土交通省や多賀町はこの、スマートインターチェンジによって、 救急医療面の効果、周辺工場の物流の効率化、周辺道路の渋滞緩和、観光振興などが期待できると想定している。ありがとうございます。